あれまた何やってるんじゃん、さ。ニンニクを剥いていきます。今日何作るの？今日餃子作ります。おお、餃子に入れるニンニクなんだ。よよよよよよよ、気入ってんね、石原さん。一生懸命用意しました。一生懸命感出てる、わざわざあの小皿に。いいね。これ誰食べるの？チーフです。いいね、石原さん。
しいの、石原さん。チーフ餃子好きですよね。餃子好きだけど、ニンニクは嫌いなんだよね。知ってます。なんかすごい入ってないな、ニンニク。入ってましたっけ。マスター系じゃなくて。いただきやん。入ってますね。入ってますわ。来た。で、来てもらうと困らない、困るんですよ。本当よかった。来た。思い通りのができた。これ思い通りなんですよ、ジャムさん。これもう本当視聴者の皆さんにも僕はガリハラをしたいですね。チーフだけじゃ物足りないです、僕は。皆さんにガリハラをする、無理かな。でも、いや、そりゃ無理っしょ。いや、でもすごい今見てるご覧の皆さんにガリハラをしたいってことでしょ。やっぱり皆さんのコメント見ると、やっぱりされたいコメントが結構あるんで。でも、そんな世の中が来るのかな。いや、まあ、こう来るわけないじゃん。いや、来るの。来てました、伊沢さん。なんガリハラ餃子商品化したってこと。はい、これ僕今たった今商品化、たった今作ったんですけど、ガリハラ餃子。いや、もうその時代はね、進んでるんですよ、一番さん。こんなに早く同時に商品化できる時代はもうここまでやってきました。しかもこれ今 Amazon でもはや販売中。早い、流れが早すぎる。OK。 どうっすか。いや、うまいわ。もう何個でも食える、こんなの。何個でも食える、すげーうまい。僕もじゃあ1個いっちゃう。いや、マジうまい。これやっぱり油結構入ってるから肉汁も出ますよね。あー、これはうまいわ。これはうまいわ。これ本当喜んでもらえますね。これこれいいのできてよ。何個でも食えるから無限だ。あれ、石山さん、なんや、ニンニクを抜いてまた。ニンニクを抜いてます。またニンニクを剥いてます。久しぶりだね、それ。何が。また何が。何や、ニンニクを剥いてます。またニンニクを剥いてます。またニンニクを剥いてます。久しぶりだね、それ。何が。また何が。今日です。今日です。